演舞開演。どうも、本日はこちらポッカ札幌じっくりコトコト煮込んだブロッコリーチーズを飲みたいと思います。ブロッコリーチーズ、また開けるって忘れる。中身はこん、はい、中身はこんな感じです。お湯を注ぎます。混ぜ終わりました。では飲んでみます。嬉しいです。しかも美味しいからなおのこと嬉しい。チーズの濃厚な旨味がスープ全体に溶け出して、一口一口にそれが伝わってきます。ブロッコリーの青臭さはなく、さっぱりとしたような食感だけが残っていて、とっても飲みやすいです。これならいろんな料理に使ってもいいかもしれませんね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。